セリーグの近藤圭介。二軍調整後の森下、佐藤、大山、すごいけどスパイスのお金なんか。佐藤の完成形はまさかの糸井になるのかな。時々とんでもないホームラン打つけど本数は思ったより伸びなさそう。佐藤の成長曲線はまだまだこれから。未だ完成に至ってない下の趣味や。佐藤、今年も20ホームランは絶対クリアしろよ。お前しか続けられない記録なんやからな。引退するまで続けろよ。とりあえず佐藤輝は藤波コースとか言ってたやつらは駆逐できた。佐藤が別人のように球を呼び込めてるな。打席での威圧感を感じる。佐藤1ヶ月も休んでたから規定打席届くの無理かなと思って、今見たらもう届いててわろた。しかもチーム内の首位打者。メンタルお化けの佐藤はやはり4番が適正だったか。結局中心はドライチ足なんだよな。近本、森下、佐藤、大山、打線はこの4人にかかってる。今日もジャクソンは手強そうに見えたけど、ストレートに力負けしなくなったよな。森下にしろ佐藤にしろ感心しながら見てたわ。低めのボール球振らへんようになった。佐藤、大山、何年後かに佐藤の初タイトルがまさかの首位打者とかあるのかな。佐藤テル5試合連続マルチ安打なのか。平絶好調や。佐藤がハマスタで打った弾丸ライナーのホームランビビったな。試合は負けたけど。フルカンから打つ佐藤久しぶりに見たわ。絶好調やな。当てただけでフェンチョク。テルも覚醒したな。テルはほんまに覚醒したのか。軽くが嫌の頭超えるもんな。テル、前側ももっと筋トレしろ。サトテル史上一番安定してへん。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話などファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。